太陽島。太陽島は、中華人民共和国国立交渉ハルビン市を流れる、小河港の中の島で、太陽島公園が併設され、毎年300万人の人々で賑わい、当期には、国際氷掘り祭りが開催される。新旧の市街区域の間に位置し、総面積は8 8トル、内公園として整備されている面積は3 8トルに、及び、 その周囲の保護区の面積は5 0トルで、東区及び中区、西区に分かれており、自然と人口が調和した場所であり、都市の中にある湿地帯では、中国最大となっている。ハルビンの町は、松花井によって南北に分断されているが、町の主要部分は、川の南側にある。百六十四年、太陽島継承地が正式に創設され、百八十九年、 国旅交渉の名称に認定され、2002年には中国の国家観光局に 4A 級の観光地に表上、さらに2007年5月には 5A 級の観光地に昇格された。はじめはロシア人の別荘地であったが、幾度かの造営の後、現在の姿になった。また20世紀初頭、東西鉄道の建設により、 中国に居住している多くの外国人が次々とハルビンに来た。彼らは地形に皇帝の起伏があり、川の流れが縦横に網状になっている、太陽島が秘書にふさわしいことに気づき、多くの別荘を建てた。彼らは家族と共に、ここで野外での食事の産、野外での遊びの夕、野外での水浴びの浴などを好んだが、これらはエキゾチックな生活習慣となり、 太陽島のみならず、ハルビン全体の一種の文化現象ともなって、太陽島のミノの風情と称された。これらの習慣や風情は、今もなお、ハルビンの市民の普通の生活に影響している。ところが20世紀末になり、中国の東北地区の経済発展が、加藤や河南に比して、緩慢になり、東北現象の大きな影響により、太陽島の観光も影響を受ける。 同時に観光地の環境が深刻な破壊を受け、かつての太陽島のイメージは失われた。そのため、2003年から2005年にかけ、ハルビン市当局は、再び太陽島のブランドを取り戻そうと、生態都市再生をスローガンに、5.5億人民元を投資して、太陽島に対して、大規模な総合的改造を行い、国家的な名称地に昇格させた。3期の改造工事は、 太陽島西部の約40万メートルを計画。太陽島公園の中心場所である。3期の改造工事では、水角雲天地区、柿園地区と雪白海地区を一部含み行われた。島内は自然の地形を利用し、水路と縁路を調和させながら仕切り、各区の景観を一つの統合された体系とし、あるいは独立させながら自然の風景を再現した。 三期の改造工事により緑が増え、その結果、動物保護と太陽島の生態系は復活した。1979年に、低糸口嵐の太陽島城、潤和市の太陽島でという歌がヒットして以降、この島の名はたちまち国内外に広がり、人々に知られるようになった。太陽島に作られたハルビン最大の総合公園である、太陽島のうち、 38キロメートルが公園として整備され、園内には、太陽石、水角雲天、柿園、長公園、北方民芸製品館、鶴の群れ、鹿の島、太陽山、太陽湖、三花湖、姉妹郷、蓮の湖、中日遊戯園、室内氷雪芸術館などの二十余りの景観や、四季折々の美しい花や秋が植えられた広い花壇、池、 庭園などが整然と散在している。特に白樺林や柳の林は美しい景観を織り成している。春瓶は1979年に新潟市と姉妹都市となっており、日本庭園も設けられ当時の新潟市長の名の入った和風の門もある。入場料大人30元、太陽島公園の入り口に置かれている巨大ないし、低糸口嵐の 太陽島城、うるわの太陽島でのヒット以来、観光客の急増が著しく、それに応える形で一つの石碑が建てられた。国旅交商展覧館は、阿城市周辺から石碑を運んできて1984年に有名な書家である、長牧書により、太陽島の三文字が刻まれた。長さは7.5メートル、厚み2メートル、高さ4.3メートル、重さは、 約150トンである。1980年に着工し、1981年、春工。面積は約1515 15メートル。水角雲店の命名は、国立交渉の元省庁の陳雷による。2005年の3期改造工事の中で、この地区は中国風から洋風に改められた。水角雲店の水は太陽湖という人工湖で、 ハルビン市民が1980年命令の際に、労働奉仕により造成した。太陽山は公園内でも主要な景観を形成している。また、核は近代的な庭園の作り系手法を採用し、洋風の建築とも融合し、しだれ柳が湖面に投影する光景が岸辺に立つあずまやとともに、見事な景観を織り成している。面積、約2.4万メートル。 三つの小島から構成されている。この島のには、餌付けされた二千匹近くがリスが飼われている。周辺には、リス等飛防止用のガラスの塀が設置されている。島内の木はこんもりと茂り、いくつか木の上には、木製のリスの巣が作られている。2006年6月、両寧省の山岳地帯から、新たに六百数匹のリスを飼い入れ、島内のリスの数はさらに増加した。 現在国立交渉の最大のリスの生息地になっている。面積約6.2万メートル、2700メートルの人工庫があり、飼いならされた日本自家約30数匹が放し飼いにされている。園内には一機の様式の建築と展示館があり、鹿の文化、鹿の科学、自然の館、鹿の製品の展示即売などの4つのコーナーがある。 面積約1.5万メートル、長さ132メートル、高さ7メートル、太陽滝は、太陽島が3期改造工事の際に新たに作られた人造の滝で、以前はハルビン市の第三中学校の外国語り部があった場所である。人工滝は7メートルの落差から落下しており、自然な相関差には及ばないが、観光客には人気がある。 滝の洞結内はユニークな長い回廊になっており、小乳道を模している。ハルビンと新潟市の友好都市関係の締結10周年を記念する目的で建てら、1989年9月1日に落成し公開されている。ソロの面積は約4.2万メートル、典型的な日本の回遊式庭園であり、日本の花焼きが植樹されている。園中には、 日本式建築の日中友好的記念館があり、館内には水や茶室、和室、床の間などがある。その他、日本の有名な景観を模した太鼓橋、白山公園の橋を模して作られた氷炭地、日本海を象徴する万代橋、新潟市のシンボルや人工の渓流、月山、日本式あずまや長洲橋、井戸、石道楼なども見られる。 また、園中の芝生の中には、日中有効の記念碑が立っている。太陽島公園の北部に位置し、面積1.2万メートル、湿地帯となっており、足が密生する。元来の地形と植生を利用しており、白鳥、天河の生息環境に適している。庫内は主に黒鳥、黄白鳥、小白鳥、カモ、ハイイロガンなどが飼育されている。二から三期の改造で、 天河湖の面積はさらに拡大し、白鳥の数量も増えた。2006年頃に12羽の白鳥を導入し、その中の4匹の原産は、オーストラリアの黒鳥で、その他は葉っぱの白い白鳥である。面積7万メートルに及ぶ中国の東北地方最大の火炎であり、39の品種と12種類の色彩を持つ20数万本の花が植えられている。 カナダ風の庭園であり、伝統的洋風造園手法と近代的な造園の理念を駆使設計された。1996年に増設され、1.2万メートルの面積を有する。長公園には12の品種の約千本のライラックが植えられ、リラ、シロ、超高、北京のライラック、赤いライラック、小葉のライラック、両側の東部のライラックなどが見られる。ちなみに、 ライラックは、ハルビン氏の資源となっており、夏季は5月から7月、鳥類にとって快適な環境であるため鳥の巣が100、世も見られる。太陽島継承地の管理者と大連の冷凍机、古墳有限講師の共同出資事業として2000年に建てられ5000メートルの面積を持つ。館内は高さ約7メートル、氷で作られた作品が約100数あり。 現在世界最大規模の室内の氷雪を使った芸術館である。館内の氷でできた作品は、松花江の天然の氷と人工雪を材料にしている。館内は主に5つの観光地区に分けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。